日本の競争馬である。馬名は、冠名と自動車のロールスロイスから。主な勝倉は2009年の菊花賞。2006年4月26日、北海道日高郡新日高町の武牧場で生まれる。馬町の山の井のりは、牧場時代のスリーロールスを手がかからず、帰って印象が薄かったと語っている。母馬のオーナーであった長井刑事が、 長い障子名義で所有し、母を管理した、立冬トレーニングセンターの竹公平級者へ、入級する。2008年10月26日、第4回京都競馬第5競争の2歳新馬戦にて、横山範博騎機場でデビュー。このデビュー戦は4着と敗れたが、同じレースには、後のさつき商場アンライバルド、東京優秀2着は、リーチザクラウン、G16。 勝馬ブエナビスタが出走していた。その後、3戦目の2歳未勝利戦に、福永雄一が起乗して初勝利を挙げる。しかし1勝目を挙げた後、明け3歳になって、重賞競争の毎日杯を含めて4戦して、勝ち星に恵まれず、8戦目となった5月3日の、京都競馬の3歳500万下条件戦で2勝目を挙げた。2勝目を挙げた直後、 本当に良くなるのは秋、ここで無理をさせると成長を阻害するとの陣営の判断で放牧へ出される。また5月からは足腰を鍛えるために障害練習も取り入れた。放牧後、新潟競馬場の八彦特別、阪神競馬場での野分け特別を経て、浜中州も安城に10月25日の菊花賞に出走する。レースは、リーチザ・クラウンが大逃げを打つ粘る。 展開の中、直線で、リーチザ・クラウンと山にウィスカーの間から先頭に、抜け出した。ターフビジョンに驚いて外へ膨れたものの、内から追い込んできたホゲッタブルと、ゴール前まで馬体を合わせる形になった。最後は、花さで一着となり、重症競争初勝利を、GI 競争で挙げた。喫下勝後は、疲労を完全に取り除くためジャパンカップを回避し、有馬記念へ出走。 有馬記念では、左前浅作権不全断裂を発症し2週目第3、コーナー手前で競争中止となった。陣営は、現役続行の可能性を模索し、2010年1月3日に再検査を行ったが、競争能力喪失と診断され、1月5日に1月6日付で競争場登録を抹消し、現役を引退することを発表した。引退後は、種ボバ入り。 つなぎ両先は、レックススタッド。2015年1月13日付で、用途変更により、シュボバを引退し、同年11月から、高労馬つなぎ養天寺事業の女性対象馬となっている。3区から、地方、中央通時重症カチウマは出ていない。母のスリーローマンは、不中品バステークス三着馬。母の兄オペラハットは、東京王冠賞のカチウマで、 ジャパンダートダービー2着。ひいわば上森レディのこときの勲章は、柏記念の勝馬。五代母のアコニットは、サツキ賞、日本ダービーの2冠を制した、勝トップエースを送り出した。ありがとうございます。